夜の学校あの私の小学校時代の体験談なんですが3年か4年生の夏休み宿題もやらず遊ぶことばかり考えてた能天気な私でしたが夏休みも半分過ぎたあたりで大事な宿題のプリントを学校の机の中に忘れていたのに気づきました。 昼間行けばいいものを、当時の悪友と夜の学校に忍び込み、プリントゲット作戦を実行に移しました。当時の校舎は木造でかなり古い建物で、地元でもマンモス校として有名なほどのデカさです。掃除の時間に鍵が壊れている場所を発見したことがあり、そこの侵入はスムーズでした。私の教室へは侵入場所から、 理科室の前を通り廊下の突き当たりを右に折りたところにありそこで行き止まりになっていました恐る恐る二人で理科室前まで来ると突然ガサッと物音がどうやら理科室の中からのようでした思わず顔を見合わせましたが子供の好奇心で理科室の中を覗いてみることにしました。 見ると教室の作りでは入り口が2箇所普通ありますよねその片方が鍵かかっててもう片方の入り口には鍵がかかっていませんでした私は怖くてドアのガラスからちょっと中を覗いた程度で先を急ぎたかったんですが悪友は鍵開いてるんだからちょっと中入ってみると言いだし入ってしまいました多分、 1>, 1分から2分ほど待ったと思いますしばらく彼は中でガサゴソをやってましたがそのうち全く物音がしなくなりましたしばらくしても中はシーンとしています耐えきれなくなり私は理科室の中へと入っていきましたおい健太どうしたの 暗い中探しましたが彼はいないんです私はパニック寸前で探し続けましたそのうちたった一つの入り口からその悪友の声がお前いつまで何やってんの私はお前いつの間に廊下に出たのとほっとしながら聞きました すると奴は気そうな顔で。何言ってんだよ。お前入ってみるって言ってずっと中にいるから呼びに来たんだ。頭が一瞬真っ白に。奴の話では私が入ると言い出し自分は廊下でずっと待っていたと言うんです。そして理科室へは入っていないとも言いました。 つまりお互い全く行動が逆になってるんです。やつも真剣な顔で私の言動をおかしいと言い続けていたんで、やつが嘘を言ってるようにも見えません。現に、いくらこっそりとでも、理科室から私に気配を感じさせずに廊下へ出ていけたものか、それも不思議です。出口は一箇所しかないし、 私は常にそこを意識しながらやつを探してたんですから口論しててもらちが明かず二人ともどんどん怖くなってきたんでとりあえず目的のプリントをさっさと持って帰ろうということになりました理科室を抜け教室まであと目の前の曲がり角を曲がるだけ曲がり角まであと45メートルだったかなんまで来た時事件は起こりました 角を曲ががってすすぐの壁に警報器があるんですそれが突然「ジルリリリ」二人でビクッとなりましたが反射的にその曲がり角へダッシュしていきました警報が鳴ったんなら誰かが押したはずですよねその時私たちはそこに警報スイッチを押した誰かがいるのかいないのかそんなことまでは考えていなかったと思います 何かやばい。なんだかわかんないけど、とりあえず走っとけ。みたいな。角まで数秒。確かにボタンは押されていました。しかし人の気配はなし。奴が早くプリント持って逃げようぜ。というので、慌てて教室へ行き、プリントを探し当てると一目散に逃げ出しました。やがて始業式の朝礼で、 夏休み中に学校に忍び込んで警報機にいたずらをした者がいる生徒かどうかは不明だが皆さんはそんないたずらはしないように消防署や警察の皆さんにとても迷惑ですとのお話そのお話で妙に気がかりだったのが警報機のボタンに掃除用のモップのよを突き刺すようにして立てかけてあったというくだりが悪言うとと 後でその話をしたところ思い出したんです確かに曲がり角を曲がった瞬間そういう状態になってましたしかしそんないたずらは我々が犯人ではありませんということは誰かがなぜかそうした誰があの状況では我々が走ってきた廊下以外には ほぼ密室に近い状態なんですそして我々は人の姿を見ていません逃げるとしたら絶対に我々の目につくはずなんです誰が廊下にはやつが教室には私がいたんですから隠れようがないんです誰がその後 やつとは自然とそれぞれ避けるようになりやつがどこでどうしてるやら成人式の時会えなかったしいまだに不思議で今までで一番怖い体験です。